アリちゃん、ママとお姉ちゃん、今日デンティストの歯医者さんのアポイントメントがあるから、これからね、歯医者さんに行っちゃうんだけど、アリちゃんさ、ママがいない間、ちびマミーお願いして、いろいろと。今さ、洗濯物が終わったから、洗濯物畳んどいてね。で、補修校の写し丸、写すやつの宿題だけ終わったら、おやつ好きなの食べていいよ、一つ。ね。一つだけ？じゃあ、三つ。じゃあ、よろしくね。もう、すぐ出ないといけない。まずいな。もう時間がない。エミリー、いける？歯磨きした？どうしたの？元気ないじゃん、どうしたの？ちょっとね、ビビってんだよね、エミリーね。久々の歯医者さんだからね。エミリーはね、もう皆さん、え、やけどしちゃった。大丈夫？洗濯物のとこちょっとさ、落ちて、ちょっとやけどするほど熱くないから大丈夫だよ。ちょっとやけどしちゃった。視聴者さん、みんなもう知ってると思うんですけど、エミリーはね、ちょっと口、はい、見せてちょっとニコって笑ってごらん。そう、ここにね、刃があるの、2つ、こっちとこっち。パパもね、子供の頃刃でね、矯正したもんね。それがちょっと DNA 来ちゃったね。で、この刃をそろそろね、矯正しようかなと思ってて、今日ね、1時にアポイントメントあります。もう12時半過ぎてるから、もう行かないといけないよ、エミリー。だけどね、ちょっとね、怯えてんだよね。矯正云々の話より、矯正の方がもっとしたい。そうだけど、今虫歯が一つあるの、奥歯にね。それを多分直してからじゃないと矯正のブレースつけられないから。矯正自体はすごいワクワクしてんだけど、その虫歯の治療がちょっと嫌なんでしょ。だって注射は歯茎の中に入れるんだよ。そんなに深くない虫歯だったら麻酔の注射しないよ、そのままやる。歯茎を治療して。すごいさ、前から下がってたからすごいでかくなってるよ。そうなの？やめて。いい。ギミハウダー。なあ。ほら、インフルエンザの注射だってさ、痛くなかったでしょ？最初、怖い怖いって。もっと痛いんだよ。なんで？だってさ、歯茎じゃん。まず注射をする前に、注射用の麻酔っていうのを塗るから。だから、わからないうちに注射も終わっちゃうし。ちょっと待って今、本当真剣な話してたんだけど、なになに、忍者ホーリーだ忍者ホーリー見せて。ちょっと、どこが忍者なの？ここの忍者ヘッドバンド。ほら、ホーリーもできるよって言ってるよ。本当に注射したくない。もう虫歯になっちゃってるところはもう直さないと、どんどんひどくなっちゃうよ。虫歯直さなくてもいい。今日やっちゃってちゃっちゃって終わるのと、もっともっと後になってすんごい深くなっちゃって、もう大変なことになるのと、どっちがいい？大変なことになる。もっと痛いよ。頑張れ頑張れ、いけるいける。もう時間だもん。もう今すぐ出ないと間に合わないよ。アポイントメントママ取ってるから、頑張れ。 She's going to get braces. エミリー、着いたよ。ちょっと車の中で落ち着いた気分。大丈夫だよ、行こう。エミリー、大丈夫だよ。ハグハグしてあげるまで。大丈夫だからね。よし。今ちょっとね、受付待たされてます。エミリーさん、今のお気持ちを。すっごい怖い。見てよ、この綺麗な歯医者さん。めちゃめちゃ綺麗なの。ほら、天気もいいし。 Be happy, Emily. 天気良くない。でもちょっと落ち着いたんじゃない、お家より。今ね、X-ray を取ってね、歯の状態をね、今ね、チェックアップしてもらったとこです。エミリーの歯、これ。
ガタガタ綺麗な方の笑みね。今一通り先生とコンサルティング終わって、今後のねどういう風に進めていきましょうかって話をしたんだけど、今日はねとりあえずお話だけで、虫歯がちょっと今あるんだけど、それ今日治療するかなと思ったけどしなかったね。エミリーよかったじゃん、泣き損だったよ今日。じゃあ帰ろうかエミリーもね。アリちゃん待ってるよきっと。お手伝いしてくれてるかな。待ってママ今日さキャビリをさ直さなかったじゃん。うん、だからさ本当にキャビリを抜いてプレインクをしない。またドッキリですか。最近エミリードッキリにかかってばっかりだから、アリちゃんにドッキリしたいんでしょ。どういうドッキリにすんの。だからもうずっとエミがこうやってもう口をなんか押さえてて、で空気を目の中に入れて泣かす自分を。はぁ、もう歯を抜いてエミリーが大泣きしてるっていう状態で帰るの家に。それドッキリっていうのかな。何やってんのエミリー、何やってんの。どうやって、ほら、わー、どうやって泣いてんの。目をボンって開けて、こうやって風のように走っていくの。どう、泣けた。ほら女優じゃない。泣きかけっていうちょっといいところ。早く座って乾く。あ、なんかパオさんなんか作ってくれてる。また何かがまた作られている。息は泣いてくる。待って、分かる、ね、もうぶっかけるよ。いやそれじゃちょっとわざとらしくない。顔びっしょびしょだよ、顔びっしょびしょ。だからこうしたらこの真ん中おおってトイレでうまみチェックしてあげる。泣いてる感じか。すっごい号泣したみたいだよ。何もしなかった今日。先生歯をチェックしただけ。アリちゃんお留守番ありがとう。何してた。 Watching YouTube。 YouTube 見てた、うん、ママが お願いしたこと終わらせておいてくれた。うん、どれどれ。パパちょっと分ない。何これ。あ、これあダディとマミーのと、こっちがエミリの分？自分の分だけやったの？エミエリちゃん、やっと来たのよ。H&M、これママずっとね、もう1ヶ月ぐらい待ってたのよ。The New Year のお洋服。Yeah。アリちゃんのスカートがやったみたい。やっと来たのよ。これね、エミエリちゃんたちのね、お洋服なの。毎年ね、この12月にホリデーカードを作るんだよね。エミエリちゃんたちね。そんでホリデーカードの写真撮影をするお洋服がね届いたの。なんこれ。なんで可愛いでしょ。今年のテーマは黒です、黒グレーです。あ、いいね。ピクチャーモーメント、はい、チーズ。ちなみにこれね、全部ね、私たちが結婚してから10年分のホリデーカード。これが最新ですね。これが最新、これ去年のやつね。去年は赤と黒のこのギンガムチェックがテーマだったんだけど、これ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 、私たちが、うん、アメリカに最初に来た年に撮ったファミリーピクチャー、あのホリデーカード。アリちゃんまだ生まれてないんだよ。エミリーが生まれて最初の年、まだ日本にいた年のホリデーカードね。
超かわいい。見て見て、エミリーがね、まだね1歳ぐらいなの。これこれやばいよ、これエミリー超赤じゃん。あ、そうそう、これがね、エミリーが生まれた年ベイビーのやつだね。ママね、これがこれ好きなんだ。このね、2016年のこのみんなデニムを履いてる年、このホリデーカードすごい。これアリちゃんが生まれた年。そうだ、でこれがね、アリちゃんが生まれた年のホリデーカード。これも好きだったな、ママ。ピンクで。みんなピンクでね。でも、この年のアリちゃんはこれ漏らしたからね、アリちゃん。すごくこんなおめかししてんのに、おしっこ我慢してこの後、公園の芝生の上でおしっこ漏らしました、この年。そんなことやってたらご飯ができた。何作ってくれてたの？パスタ？うわ、ありがとう。美味しそう。こうやってさ、お出かけしてもさ、ご飯をこの後作んなくちゃって忙しくなるの大変だけど、帰ってくる頃を見計らってさ、ご飯作ってくれて置いてくれる旦那さん、もうほんとよく教育されてるわ、嫁に。いただきます。はい、パオパスタできたよ。はい、エミリー今日歯医者さんお疲れ様でした。今日はビビリゾンだったね、泣きゾンだったね。今日泣いたの？家でさ、行く前にもうギャン泣きしててさ、怖くてね。今日は虫歯の治療しなかったけど、次は絶対やるってことだよね。もう覚悟できてる、もうちょろいから。最後まで見てくれてありがとう。次の動画を見てね。バイバイ。Thank you. Thank you.